ジェポンチャンネルへようこそ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回の立ちこぎですね、 U ターンこぎから、バイクの方がようやく治ってきました。実はですね、転倒した時に保険を使うべきか、もしくは自腹で払った方が後々保険料が高くなるから、極力保険っていうのは使わない方がいいっていう話はよく聞きますよね。前回転倒した時にバイク屋さんですね、持って行った時にだいたいいくらぐらいかかるのかっていうことで、見積もりの方ですねお願いしますということで伝えていたんですけども、見積もり書の方は、一切ですね送られてきませんでした。バイクの方もだいたい3週間ぐらいは修理に、部品の方が約3週間ぐらいですね、海外から取り寄せになるのでかかりますということで、まあ解く必要はないのかなと思いつつですね、バイク屋さんの方からですね、修理の方が終わりましたということで連絡がですねありました。それでですね、その保険屋さんの方にもだいたいこれ保険をですね利用したいと思うんですけども、金額的にはいくらぐらいとか見積もりの方はバイク屋さんからですね連絡の方はありましたかというふうに、連絡はちょっと確認取ってみますねということで待っておりました。バイクの方が面積として保険を利用した場合は5万円ですね、5万円は、本人が負担しなきゃいけないと。例えばまあ10万だったら、5万円は手出しになりますよと、まあ、50万円だったら同じくですね5万円は手出しになりますよという話だったんですよね。実はそのバイクを取りに行く前日に保険屋さんから振込完了届けのですね通知の方がありました。保険を利用してお支払いをいたしましたのでご案内申し上げますということの文書が来ました。でそれを見た時にですね、うちの妻の方がねえ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 ってあんたこれ見てって、いやまあ自分もだいたい計算して金額の方は分かっていたつもりなので、まあだいたい40万から50万円ぐらい、ひょっとしたら超えたっていうふうに言ったらですね両者こう見せられてですね、立ちこけでなんと103万円ですよ。驚きました。 BMW ってそんな高いんですかね。皆さんどう思いますか。 BMW S1R 自分の見た目でもマフラーがだいたい22万ぐらい、カウルの方がまあ8万ぐらい、このレバー関係ですね、ブレーキステップ合わせてもだいたい40万ぐらいが妥当かなと思ったんですけども、あとはその整備費用工賃込みで50万と思ったら、なんとその倍以上の金額がいって驚きました。これはもう本当皆様にぜひこのことについて一度お話はしといた方がいいのかなと。多分このまあハーレーとかですね、特殊なこう希少価値の高いバイクの場合はまた別だと思いますけども、この手の約250万円のバイクで立ちこけして103万円とかだったら、多分日本で過去最高の金額ではないでしょうか。私が知る限りでは多分私が立ちこけ史上一番の高額な金額になっているんではないでしょうか。他にいらっしゃいますかね、立ちこけをして100万円超えたっていう人がいたら、ぜひですねコメントをお寄せいただければと思います。別にその販売店さんがですね悪いとかなんとかっていうことではなくて、 YouTube でもですね皆さん心を痛めながらですねそれを動画に撮ってアップされている人っていうのは、だいたい金額いくらぐらいかかってるんでしょうかね。本当保険屋さんの方にもものすごく申し訳ないんですけども、ちょっと利用したいと思ってるんですけども、いいでしょうかね。だいたい
40万円か50万円ぐらいかかるかもしれないんですけど、っていうことはですね、電話連絡をした時点でお伝えはしていたんですけども、と連絡がありまして、今度から保険料は結構高くなると思いますよというふうにですね、お話はいただいていたんですけども、まさか100万円を超えるとはですね、正直思いませんでした。これは本当保険屋さんのおかげで、この車両保険ですね、車両保険でなんとかこの金額は補えることができてよかったんですけども、もしこれ仮に車両保険年間約20万円ぐらいですねかかるんですけども、これ入ってなかったとしたら、もう私多分もうその時点でバイクはもう手放すしかなかったと思いますね。100万円の修理費を払ってまた乗るってですね、ことはもう本当許可が出ないなと思いましたね。YouTube をご覧の方はご存知かと思うんですけども、種子島上陸した時にバイク女子の方がいらっしゃったんですけども、その方が私の目の前で立ちこきをした時に、これでわっ、これはですね、私も男を見せなきゃいけないということで、ちょっと慌ててですね、かっこつけようとして助けようと思ったら、なんとスタンドがうまくかかってなくて、二人とも同時にですね、立ち動きをしてしまったっていうエピソードはあったんですけども、まあ、それにしてもその時は、この左側ですね、だったんですけども、クラッチレバーが、折れて、エンジンスライダーが、まあ、ちょっと、少し傷がついたぐらいでですね、他はボディとかミラーに関しても、もう全く傷がですね、奇跡的になくて、金額にしてまあ3万円程度でですね、その程度の金額で、修繕の費用の方が良かったんですけど、今回103万円だから、その100万円、これが仮にですよ、YouTube で結構一時期バズったですね、女性ライダーがおりましたけども、納車してその日に2回も3回もですね、立ちこけしてる彼女がいらっしゃいましたけども、もしそういう方が右に倒れたり左に倒れたり、それが3回ぐらいですね、この手のバイクで起こったとしたら、どうなんですかね。1回100万、2回100万、3回やったらもう300万ですよね。何なんでしょう。これバイク進化特約っていう、プランで設定して車両保険入っていたんですけども、あと約20万円、見積もりの方の金額が、出ていたら、なんとこのバイク新車で買えたんですよ。買い替えることができた見積もりだったんです。まあ、正直びっくりしたっていうか、驚いたのと、あと20万円高い金額をですね、出していたのであったら、このバイクはまた新車で買えたのかなとか思った時に、このバイク業界っていうのはどうなんだろうなーってですね、恐ろしいなーと、正直思いましたね。BMW に乗るってことは、それ相当の準備というか覚悟というか、ちょっと驚いて他の人にもですね話を言ったら、それはちょっとひどいんじゃないかと話があったんで、もしそういうですねことがこの先もし起こるのであったら、もう私もこの BM のバイクっていうのはですね、次はもう買うことはやめようと正直思っちゃいましたね。その時は私の本当未熟な運転技術のせいで、この相棒を倒してしまったんですけども、YouTube でもコメントがあったのが、どうせ U ターンもできない下手くそおじさんだから何やってんだとかですねみたいな声もありましたけど、一応私ももともと20代から
中型免許取っててバイク乗ってたんですよね。で確かにこう大型を取ったのは約2年前 Z900RS からですねが1万5000キロ、この S1000R がですね今現在2万7000キロ走っておりますけども、まあ、初心者って言われれば初心者なんですけども、それなりに距離なんかは一般に乗る方よりは多分行っているんですよね。それにもかかわらずこの103万円とかって金額ですね、保険屋さんももうバイク引退されないんですかと、ここで引くわけにはお話をですねいただいたりして、本当やめなきゃいけないなとかですね、すべては私がいけないことなんですけども、皆さん保険かかってますか？自賠責は強制的な保険なので当然なんですけども、任意保険の加入率っていうのも結構低いみたいですね。ましてやこの車両保険ってなると、中古では入れないというふうに聞いたことがあります。あくまでも新車からでないとこの、車両保険っていうのは入れないって話は聞いたことがあったんですけども、必ずですね安心ができる、まず運転技術をまず身につけて、その上でやはり安心安全なですね保険に加入することを私はぜひお勧めいたします。まあ、その中でも、話をよく聞くのはネット通販が安いとか、まあ、いろいろですね、どことこう保険屋さんが安いとかありますけども、やはりこういう場合の事故の対応というのはやはり地元のですね代理店さん販売店さんが実際に対面型で普段からお付き合いをですねしていただいている保険屋さんを利用することを私はお勧めいたします。私は20代の RVF 乗っていた時からお世話になっている保険屋さんなんです。以前私がバイクを降りるきっかけになったバイクで転倒してですね結婚してすぐバイク事故で3ヶ月入院した、時もですねこの保険屋さんが真摯にですね素早く対応していただいた時の保険屋さんなんですけど、本当もう30年以上ですねお付き合いがあって、または仕事の方でもですね世話になっている本当すごく親切な保険屋さんなんです。やはり皆さんもですねぜひ安全運転もそうですけども、やはり大事なこの保険をまず加入検討してみてはいかがでしょうか。そのうち多分私の保険料来年次年度ですね、更新になるとき保険料どうなるのかなってですね、まあ本当こういうのを気をつけながらですね、参考に皆さんはもうぜひ私の失敗例を教訓として、ぜひ安心できるですね地元の保険屋さんをですねご利用されることをお勧めしたいと思います。1コケ100万円ですからね。もし今度転倒したらもうツヨポンさんは車両保険はもう適用されませんよっていう風になるのか分かりませんけども、次は本当絶対ないように自分でも肝に銘じて安全運転で努めてまいりたいと思いますので、今後ともこのツヨポンチャンネルどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。最高。